ロバート・アール・ブレンリーは、アメリカ合衆国、オハイオ州、古クトン軍コシ古クトン出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。1976年にサンフランシスコジャイアンツと契約して、プロ入り。マイナー時代は三流一種であったが、後に保守に転向した。打席に立つ、ブレンリー1981年8月14日の、シンシナ・ティレッツ戦で、メジャーデビュー。 1984年より、正保守となり、この年は打率、291.20本塁が、90打点の成績で、オールスターにも選出された。1986年9月14日の、試合では久々に三塁手として出場し、1イニング、4失策を喫したが、その試合で6打点、そして試合を決める、さよなら本塁打を放つワンマン勝ぶりだった。その後、 1989年にトロントブルージェイズシーズン途中にジャイアンツへ復帰して同年限りで引退した。引退後はジャイアンツのコーチとフォックス解説者を経て2001年よりアリゾナダイヤモンドバックスの監督に就任。就任1年目にはランディ・ジョンソンとカート・シリングの2枚看板やマーク・グレースなどをはじめとするベテラン中心の夫人を巧みに操り、 球団初のワールドシリーズへ出場、さらに前年まで3連覇中のニューヨークヤンキースを破って球団創設4年目でワールドシリーズ制覇という快挙へと導いた。ダイヤモンドバックスの監督は2004年途中まで務めた。監督退任後は解説業に戻り、2005年から2012年まではシカゴカブス2013年からは ダイヤモンドバックスで球団専属解説者を務めている。ありがとうございます。